こんにちは。一級建築士、インテリアコーディネーター宅建士の金黒です。私は普段の仕事でプランニングから設備や建材の打ち合わせや色決めなど、トータルで住まい作りのお手伝いをさせていただいて、最近標準の設備の中でお客様から時々必要がないと言われるものがいくつかあります。特に今まであまり言われたことがなかった設備で、最近立て続けに必要ないと言われることが多くなったものがあります。このゴールデンウィークの合間に精力的に入居者訪問しましたが、標準の設備ながら取り除いて生活しても結局なくて正解だったとおっしゃっていました。一般的な感覚からすると、標準で今まで当たり前のように取り付けてお引き渡ししていましたが、なければないですっきりお暮らしできるそうです。今回はそのような住宅設備で結局なくても良かったとおっしゃっていた住宅設備をご紹介します。3つご紹介しますが、そのうち1つはこの10年であまり採用することがなくなった設備と、あと2つは意外と思われるもので最近取り外すようなものです。ぜひ最後までこの動画をご覧ください。またこのチャンネルでは住まい作りにお役に立つ情報をこれからもバンバン配信していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。まず一つ目は、正直なところ私が現在勤めている住宅会社では今では標準ではないんですけど、思い返すと10年以上前は普通に標準でつけてたものです。それはキッチンの吊り戸棚です。キッチンの吊り戸棚は壁に向かって作業するキッチンの場合はつけることが多いんですけど、対面キッチン、ペニシュラン型、アイランド型が多くなってきて、吊り戸棚をつける人が少なくなりました。対面キッチンでも10年前はまだ結構普通につけていましたが、最近はめっきりつける人が少なくなりました。キッチンの吊り戸棚をつけてもそんなに金額面は高くならないんですが、吊り戸棚がないオープンなキッチンの方が LDK が広く感じたり、キッチンの中が明るく感じるために最近はあまりつけなくなりました。特に LDK が広く確保できない時で、対面キッチンの場合は吊り戸棚を中止した方が広く明るく感じます。そもそも吊り戸棚は下場が 1.8 メーター程度で収めることが多く、圧迫感が出たり中に収納する場合も女性だと吊り戸棚の高さが高く使いにくい場合が多いです。さらに吊り戸棚をあまり使わなくなった理由の一つに、以前はキッチンの収納が観音開きが多かったんですが、最近は2段や3段のスライド収納に変わり、吊り戸棚に入れてたようなストック類をキッチンのスライドの一番下の引き出しに収納することが多くなったり、また別にパントリーを設けて収納することが多くなったということもあります。吊り戸棚をつけなくなった代わりに、キッチンの手元を明るくする照明器具としてペンダントライトを取り付けたり、 LDK からの続きで照明をダウンライトだけですっきり収めることも多くなりました。またデザイン的にキッチンの天井を一段下げて落ち着いた色で演出したり、間接照明で演出することもあります。やはり窓に向かって作業するキッチンの場合は広がり感や明るさに関係ないので、収納量が少しでも多くなる吊り戸棚を今でも取り付ける場合は多いです。私の妻の実家を設計した時はキッチンの窓から海が見えるロケーションでしたので、対面キッチンではなく窓に向かって海を見ながら作業できるようにしました。その時は吊り戸棚を取り付けましたが、壁に向かって作業するキッチンでない場合で対面キッチンなどの場合は、吊り戸棚が本当に必要なのかぜひ検討してください。2つ目は浴室の鏡と棚です。標準で鏡とシャンプーなどを収納する棚がいくつかついているんですけど、以前は横長の鏡をつけて
浴室が広く見えるようにすることもありましたが、最近は逆に浴室で鏡は見ないし、水垢汚れがきれいでないし、掃除が面倒なのでつけないでほしいと言われることが多くなりました。棚も同様で取り外れるようになってるんですけど、掃除が面倒なのでつけないでほしいと言われることが多くなりました。どちらも標準でついてるんですけど、鏡や棚をつけない場合は減額しています。3つ目も実は浴室なんですけど、浴室の風呂蓋がいらないと言われることが増えました。浴室の中に置いておくのも邪魔だし、置いたとしてもカビないように乾かせるように引っ掛けて釣れるように置きたいという人が増えたり、それも面倒なので結局最悪必要になったら後からでも購入できるので、とりあえずはいらないという人も増えています。確かに一人で住む場合や少人数で住む場合でお風呂に入る時間が同じくらいに全員入るとしたら、風呂蓋はいらないかもしれません。これも標準でついていますが、風呂蓋が必要ない場合は減額しています。今回ご紹介したなくてもよかったものは事例を交えてご紹介しましたが、人それぞれであった方が良いという方もいらっしゃると思います。断捨離という観点や、すっきりさせたいという観点や、掃除するところを減らしたいという観点などで、なくても良かったものとお客様が判断されたものを今回ご紹介しましたが、必要に感じたら後から付け足したりすることも可能です。最初から引き算で考えるか足し算で考えるかの差だと思いますが、一度常識で標準なものでもなければ本当に不便なのか、一度考えてみるきっかけにしていただければと思います。今回は新築住宅でなくても良かったものをご紹介しました。今回の内容を記事でじっくりお読みいただけるようにブログにも掲載しています。ブログ版スマイルチャンネルもよろしかったらご覧ください。またこのチャンネルでは住まい作りにお役に立つ情報をこれからもバンバン配信していきますので、チャンネル登録やツイッターのフォローもよろしくお願いします。それでは。